皆さんおはようございます。ブラッシュミュージックのウェルカムです。このラジオトークは時事ネタ、そして、音楽業界の話など、ウェルカムマンがいろいろ情報を発信していくツールになってます。ぜひフォローしたり SNS で拡散したりしてください。今回の時事ネタは、デジタルコンテンツが約、4年で4倍の成長を遂げたという記事がありました。2014年から、2015年から、2019年までなんと、2.6 兆円までの、デジタルコンテンツの、市場規模が上がってきたと。そして、テレビや紙媒体など、アナログコンテンツのものが、毎年約1000億ぐらいの規模感で、縮小していると。そういった記事になっていました。で、特にデジタルコンテンツの中でも、映像部門、音楽部門、ゲーム部門が、メインの、媒体規模なんですが、特にやはりゲームの規模が音楽とか映像に比べて、全体の約 60%、70% を占めるぐらい、市場規模が上がっています。これから、どういうふうなデジタルコンテンツの市場規模が上がっていくかっていうところも踏まえて考えると、やっぱりゲームっていうのが非常にこれからも伸びていくんだろうなということは見えてきます。片や、ゲームに比べると音楽が全体の全体の 10% ぐらいになっているので、デジタルコンテンツの中でも音楽というのはまだまだ成長していかないといけないところではありますね。で、映像に関しては例えば Netflix とか、Hulu など、映像のねサブスプリクション、サービス、ストリーミングのサービスが今本当に話題沸騰中なんですが、これが、どんどん復旧していくことは間違いないですし、映像コンテンツは今後成長していきますが、音楽の方はですね、このラジオトークしかり、ながら聴きができるということで、非常に、今また注目を浴びています。だからこれから音楽業界でね、僕もずっと働いてきてますし、やっぱり音声っていうところで一番耳で情報を得る、音楽もそうですね、耳で感動を得る、耳でねいろんな状況判断ができるっていうか、耳で人生を豊かにしていくとか、そういう意味も踏まえて、使命感を持ってね、今こういうふうにラジオトークを含め、皆さんに情報をお届けしているわけでございますが、はい。例えばこれは僕の個人的なアイデアですけれども、ゲームと音楽がよりコラボレーションしたりとか、映像と音楽はね、ミュージックビデオとか、ライブ映像なんかでよくコラボしてますが、そういうところで違うコンテンツに、やっぱり音楽ってどうしても重要なので、その辺がうまいことリンクしていきながら成長をさらにしていければいいかなと思います。さあ、ということで今回デジタルコンテンツの市場規模が、4年で約4倍に成長をしていったと、そういったニュース記事をピックアップしました。これからもブラッシュミュージックはデジタルコンテンツ、特に音楽コンテンツの部分を強化して、いろんな情報を発信していきたいと思ってますので、ぜひチェックしてください。そして、このラジオトークフォロー、そして、シェアの方をぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。良い一日をお過ごしください。